guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below. And for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video. Oh my. Oh my. Thank you. こうして、私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で、私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を。生きるために。生きて、あの男を、弟の仇を殺すために。あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。行くわよ。価値がなければ殺します。お覚悟。そこや。ハブタイ。ハブタイ。ハブタイ。そこや。ハブタイ。そこや。ハブタイ。そこや。ハブタイ。やっ。そこや。ハブタイ。セラ龍神楽参ります。そこや。呪い。なぜ全力を出さない？合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません。まず、この3年間に起こったことからお話ししましょう。今、世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ。アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも
絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとしてライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か。いいわ、誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す、それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン？なぜこんなところに？私には大きすぎる。いいのですか？ゴーランは希代の名刀ですが。どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか？何をしている！気をつけて。ただの兵士ではありません。二刀対魔士。呪い！我が火は！そこよ！ついや！フォトンブレイズ！そこよ！呪い！そこよ！ついや！慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。
船の用意は？ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ、私の船は島の裏手につけてあります。了解、裏の港ね。何あれ？あれは特殊な霊力の塊、ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来、世界中に出現しました。降臨の日、これもあの夜の余波なのか。集めておけば、その精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるものは何でも利用する。はい、そうでなければあの方は殺せないでしょう。警備が来ます。数は2人。こっち。聞いたか、島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだがな。港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名、所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全隊員は2隊に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな、賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ、利用できるものは利用する。なんだ貴様らは！行くわよ！そこだ！
終わりましたね。聞け！今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ！二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大魔師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイ・フリードって海賊だけなんだぜ。やつだってメルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイ・フリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたいやつは残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが、やってやる。今より帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろ。お姉ちゃん、悪党にはちょうどいい。まずい餌にも飽きたしな。シアリーズ、行くぜ。大魔女を殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。あんたは逃げないの？大魔師たちを甘く見るな。みんな犬死に、いやご無事にだ。ここを管理してる清涼とやらはそんなにすごいって？すごいどころじゃねえ。大魔師たちの清涼は今やミッドガンド王国と一体になって世界を牛耳る組織。ゴーマになっちまった人間は容赦なく狩られる。逆らうのは世界を敵に回すのと同じことだぜ。その頂点に立つのあいつか。ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが命はあるんだからな。私の餌になるまではね。情報提供どうも。万一ここを脱出できてもシャバには強力な精霊を従えた大魔師が何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。アルトリウスを殺せればそれでいい。
Thank you.